ようこそ、ハルフレチャンネルへ。今回は、富士フイルムのミラーレスカメラ、XH2S を紹介します。このチャンネルでは、パソコン、カメラ、ガジェットなどを紹介しています。よければチャンネル登録、お願いします。XH2S は、富士フイルムのフラッグシップカメラで、新開発のエクストランス、CMOS 5HS センサーと、X プロセッサー5を搭載。裏面照射積層型、約2616万画素のミラーレスカメラとなっています。従来モデルよりも圧倒的な AF を実現しており、連写も約40コマ秒、ブラックアウトなし。まさに、富士フイルムの本気が伺える一台となっています。その、あまりに凄すぎる性能に自分には持て余すのでは？という思いもありましたが、自身のアップデートも兼ねて購入することに決めました。外観をチェックしていくと、さすがにフラッグシップらしい高い質感を保っており、丁寧な作りになっている印象を持ちます。サイズは、幅 136.3mm、高さ 92.9mm、奥行き 84.6mm で、重量は約 660g です。XT4 が、バッテリーと SD カードを含んで約 607g だったので、1割程度増加していることになります。厚さの部分では、特に違いを感じますね。ファインダー倍率は 0.8 倍、576万ドットの EVF を搭載。これまでに発売されている H シリーズや T シリーズも見やすいと定評がありましたが、XH2S は、すべて非球面レンズで新設計となっており、アイセンサーの反応時間は約半分、120fps に対応するなど、間違いなく富士フイルムで最高のファインダーが誕生したと言えるでしょう。液晶モニターは約162万ドット 3.0 型バリアングル式タッチパネル付き TFT カラー液晶モニターを搭載。冷却ファンを取り付けるためのネジ穴も用意されています。上部には撮影モードダイヤルが設置、シンプルな操作性で扱いやすくなっています。これは一般的なミラーレスカメラのような仕様で、いわゆる富士らしさに欠いた作りなのが個人的には残念です。ガチャガチャと ISO ダイヤルや露出補正ダイヤルを触っているだけでもそれなりに楽しいですし、何より写真を楽しむには欠かせない機能だと感じていたからです。XH2S の作例をチェックしながら、画質面にも言及していきたいと思います。ここしばらく使ってみて、従来モデルと比較すると、全体的にクリア感や解像感が増したような気がします。特に、ノイズに関しては、大きく改善したような印象を受けました。XT4 世代では、発色がやや派手めに出る傾向があるように感じていました。特に、優しい印象のアスティアの色味が強く出てしまうことに頭を抱えていたのですが、XH2S では、これまでのような優しい印象に戻ってくれた印象を受けました。トーンも良くなった気がして喜んでいます。モノクロのアクロスも安定の仕事っぷりですね。富士フイルムのお家芸とも言えるフイルムシミュレーションは、撮る楽しさを提供することを忘れませんね。さすがです。ということで、富士フイルム XH2S のメリットは、高速かつ正確な AF、多彩な表現力、強力なテフレ補正、豊富な動画機能です。これまで富士フイルムが提供してきた撮影の楽しさを継承しつつ、ストレスを全面的に排除してしまったパーフェクトなカメラです。デメリットとしては、30万円という高めのお値段設定ですね。富士フイルムのカメラを買い続けてきた身としても、さすがに高いな、と感じざるを得ません。性能を考えたら納得はできるのですが、ハードルの高さはどうしようもありません。しかも、中国製だったのが少し残念です。フラッグシップとは？なんだかんだ言っても、XH2S は、間違いなく、富士フイルムで最強のカメラを名乗るにふさわしいです。これまでの富士フイルムのように使用者が寄り添うような形ではなく、カメラ側から被写体を逃さないんだ、という気迫のようなものすら感じました。気を抜けば、
一瞬で自分が置いていかれそうな感覚すら覚えます。とにかく、何でも一台でできてしまうカメラが富士フイルムから登場したことは喜ばしいです。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけると喜びます。Twitter やブログもやっています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。